天才編集者、死ぬこと以外かすり傷、でもセクハラ問題の時はめちゃめちゃ致命傷だった。オンラインサロンの運営、アーティストのプロデュース、ある時はプロレスのリングに上がり、今はミノペンというサウナ付きペンションをみんなで作ってる。朝からハイボール大好きなあなたに、ハッピー